貯金はこれで作れますが発売中です。 Amazon や楽天市場ではジャンル別ランキングで1位を獲得しました。気になった方は概要欄のリンクから詳細を確認してみてください。当時本当40万円歳の生活には本当5万円もかかってないと思います使えるチートは使っていく。え、米国株にしようかないやこんにちは、冬子です。今回はコラボということでがま口夫婦の節約チャンネルさんに来ていただきました。イエーイ、ありがとうございます。本当お声かけいただけて本当に光栄です。今他の節約系 YouTuber に嫉妬されていないか、はい、もう不安すぎて昨日の夜も夜しか眠れませんでした。本当に本日はよろしくお願いしますあ、いやよろしくお願いいたします。ということで今回はがま口夫婦の節約チャンネルさんにお越しいただいて、がま口さんが普段やっている節約貯金であったりとか新ニーサの戦略など気になるところについてどんどんお聞きしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でですね、概要欄の方にがま口夫婦の節約チャンネルさんの方で私がですねがま口さんからインタビューを受けていろいろお答えするというトーク形式での動画というのも出していますので、ぜひ皆様そちらもご覧になってください。はい、はい、チェックしてください。チェックしてください。お願いします。ということでいきなり最初から踏み込んだ質問なんですけれども、総資産額はおいくらでしょうか。はい、はい、現在投資の利益とかも含めまして1600万円、あくまで夫婦2人でってことなんですけど1600万円あります。はい、おー、もう1000万円は超えているということで、あれおいくつなんでしたっけ。ね、今28です。28で、はい、いやーすごいですね。私が29歳で1000万円っていうところだったのが、うん、もう28で1600万円。あ、でもあくまでこっちは2人なので2倍です。いやいやいや、もう、はい、いや資産形成ってそういうもんですからね、トータルでどうやっていくかっていうことだと思いますんで、はい、家族構成ってそのパートナーの方と、はい、あと1歳の子供がいます。はい、ああ、じゃあその3人家族っていうことですかね。そうですね、今3人で住んでいます。あ、お子さんもいらっしゃって、その28歳で2馬力とはいえ1600万円って結構すごいことだなと思うんですけど。ああ、ありがとうございます。はいはいはい。多分その子供って部分で、子供が生まれたらすごくお金がかかるかななんて、僕のチャンネルのコメント欄でも結構聞かれたりするんですけど。あ、そうですそうですそうです。意外と全然お金かからなくて、これからかかってくるんだと思うんですけど、まだその生まれてから、そうなんですよね。全然お金っていうのは本当おむつ代と、ちょっとご飯代がちょっと増えたぐらいでして、服とかもそんなにたくさん買うもんでもないと思うので、あとお下がりもらったりですとか、はい、なるほど、そういった形なので本当に自分でもお金がかからなすぎてびっくりしているよ、しているような状態です。はい、すごいですね。あ、お子さんが1歳でまだお金がかかる段階ではないっていうことなんですね。うん、なるほどなるほど。はい、1600万円の内訳というか、投資でいくら増やしたとか、はい、現在の現金比率であったりとかを、はい、もし差し支えなければお聞きしたいです。あ、ありがとうございます。現金はかなり妻の方で厚めに持っていまして、2人合わせて大体400万円ぐらいは現金であったと思います。それ以外は、僕の方は積極的に投資に回すようにしていまして、とは言っても、そんなに利益が出てるわけでもなくて、大体投資の含み益だとかが、150万円ぐらい。いろいろ合わせて、配当金ですとか、そういうのも合わせても、やっぱ200万円は投資で増えていないような状況にはなります。ああ、なるほど。となると、じゃあその資産形成を始めたのが、いつ頃くらいからですか。ちょっと 4年ぐらい前です。あ、じゃあその4年間で1600万円で、はい、投資で増えたのが150万円、うん、から200万円200万円ぐらいですね。いかないくらい、うん、ああ、なるほどなるほど。やっぱり、私もその似たような時期にインデックス投資始めて4年間で1000万円貯金っていうところまで行ってるんですけど、本当に似たような感じで投資で増えた分は150万円くらいなんで、ほぼ貯金なんですよね。うんうん、そうですね、ほとんど結局本業の収入と節約 で、はい、うん、やっぱり最初はそこが大事ですよね。うんうん、なるほどなるほど。本当そう思いますね。全然投資なんか結局増えないんで、やっぱ時間をかけていかないといや、そうなんですよ、はい、すごい時間、ね、インデックス投資だったら複利効果で20年後以降とか10年後以降は結構すごいグイーンといくんですけど、うん、やっぱ最初の数年間は結構下落の影響もありますしね。そうですよね、うん、やっぱ基本となるのは最初はやっぱり節約貯金っていうところかなっていうのは本当に同じ意見です。はい、いや、そうですよね。うんうん、なるほど、ありがとうございます。現在で言うと投資している資産額っていうのが1200万円あるわけですけど、はい、その内訳、はい、イン
デックス投資、全部インデックス投資ですか？いや、妻の方の投資に関してはもう完全にインデックスしかやってないんですけど、私はまあインデックスをコアとしつつ、はい、いろいろ迷走した時代がございまして、米国株ですとか、まあ、レバレッジ関係ですとか、あと日本の個別株ですとか、もういろんなものに投資系 YouTuber の動画で勉強して、あ、これいいなって思ったものも、その時その時で買っていって、もう本当ぐちゃぐちゃなポートフォリオになっておりまして、はい。なので、僕の中でインデックスは、500万円ぐらいだったと思うんですけど、それ以外の部分でも200万円ぐらい、200万、300万ぐらいは、ぐちゃぐちゃしたものをいろいろ買ってしまいました。はい。やっぱり最初ってそうなんですよね。すごいわかります。私もなんか、いや、これもいいんだ、あれもいいんだ、みたいなので、インデックス投資だけでもすごい、なんかファンドが7個くらい保有してて、その結構ごちゃごちゃ買っちゃってますね。私も迷走してました。本当に。いや、すごいわかります。結局ね、1本のインデックス買い続けてれば、一番綺麗で合理的なんですけど、いや、そうですよね。ね、なかなかちょっといろんなスケベ心が出たりして、はいはいはい、行ったり来たり。いや、そうそうです、本当に。もうちょっとリターン上げられないのかなとか思っちゃったりしますよね。はい、いや、本当そうです。そうなんですよね。はい。で、その保有している投資、保有している投資商品の中で一番比率が多いのってどんなファンド、あるいは個別株なのかな。はい、はい。どんなファンド投資信託なんですか。はい、S&P500 ですね。EMAXスリム。はい。米国株式 S&P500 が、ね、はい、一番大きいですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。米国株。そうですね。米国株が僕は好きです。はい。はい、ああ、なるほど、なるほど。冬子さんオルカンだと思うんですけど。あ、そうです、そうです。はい。いや、もう全然、私も米国株好きだからこそオルカン買ってるというのもあるので。ああ、はい。はい。うち6割は、米国株ですね。オルカン。はい。その通りです。はい。でちょっと先ほど資産額の、まあ、内容についていろいろお聞きしたんですけど、次ちょっと節約の、はい、節約貯金系のお話を聞きたいなと思いまして、今までで一番効果があった最強の節約術についてお聞きしたいです。最強ですね。まあ、間違いなく自炊かなと思います。おー、はい。はい、その自炊を本気で始める前までは、二人の食費が合計9万円とかだったんですけど、それがまあ自炊本当徹底するようになって、本当1万円切るようになったっていうのが本当に大きいかなと思ってまして、もう実質8万円毎月稼いでるのと同じかななんて、はい、考えて。それは確かに大きいですね。だって月8万円だったら、年間100万円くらいそれだけで貯金増えますよね。そうなんですよね。だから、まあ僕よく言ってるんですけど、自炊は立派な副業だなって、はい、本当に思います。いや、副業ですよ。それしかも非課税の。そう、非課税でかいですよね。そうですね。節約は非課税の副業ということで。はい。いや、それはすごいね。100万円か。それいいですね。いやー、素晴らしい。まあ、とはいってもその1万円ってのはだいぶチートも使ってまして。はいはいはい。うちの、おじいちゃんからたくさんの野菜とかお米とかっていうのを、はい、まあもらって、それありきでの1万円ではあるんですけど。はいはいはい。まあでも、そうなんか、いろいろ野菜とかお米とかもらえたっていう話だと、もうもらえるからじゃんみたいな。うん、ことをよく言われたりもすると思うんですけど、そうですね、コメントでも結構そういうことは、はい、言われますね。でもそこもなんかこう使えるチートは使っていった方がいいと思うんですよね。めちゃくちゃ共感です。本当にその通りだと思ってて、いや、やっぱりね、そうそうそう、節約する上で自分の使えるカードは全部もう積極的に使うべきだと僕も思ってまして、まあ、僕もタダでもらっているわけでもなくて、うん、実際はいはいはい、2週間に1回ぐらいは、まあ、半日から1日はそのおじいちゃんの畑作業の手伝いをしたりとか、はいはいはい、もらいに行くついでにいろいろ手伝った上で、まあ、一応もらってるので、それすごくいいですね。ありがとうございます。まあ、一応それも副業の一つかななんて、うん、そう、自分的には思っては、そうですよね、はい、副業ですよね。それ報酬が食べ物の副業ですよね。そうですね、はい、まあ、それもやっぱり非課税なんで、はいはい、そうですよね、はい、非課税ですし、なんかやっぱり親戚との関わりが持てれば絶対いいってわけじゃないと思うんですけど、そういった自然な形でというか、家族関係を継続できるって結構人生の満足度に影響するなって思うので。でもそうですね、本当、うん、じいちゃんも会いに来てくれて嬉しいみたいでして、あ、いや、すごく、そうですね、はい、いろんな話を楽しそうにしてくれたりとか、昔話とかしてくれたり、うん、はい、まあ、そういう部分でもこういう生活に変えてよかったかなと思います。本当、自炊するまでは全然おじいさんのとこにも行かなかったですし、うん、はい、もう野菜もらいに行くこともなかったので、
はい、まあ、そういった部分でも良かったのかななんて思いますね、うん、僕はすごくど田舎出身なんで、うん、子供の頃からそういう土いじりとかめちゃくちゃたくさんやってるタイプではあるので、もともと結構好きではあったんですけど、実際にこう大人になって本気でそういう農作物を育ててる人と一緒に作業するっていうのも本当いい経験だなと思いますし、また僕はセミリタイアとか経済的自立っていうのをすごく今目指してやってるんですけど、そういうのを果たした後にはまあそういう土いじりとかもどんどん今以上にやれるようになれたらいいななんてすごく思ってますね。節約の話として聞いたんですけど、はい、やっぱり節約極めてる人にいろんな方にお話聞くと、結局人生を楽しく生きてるんだなとか、そこがすごく分かるような節約内容になってたりするので。そうですね、お金かけなくても結構人生って楽しめるなってのがここ数年の気づきで、はい、いやすごいな。 あとそうそう、ちょっと気になったのが、はい、そもそも1人じゃなくて3人で月1万円以下とかの食費っていうのがなんかめちゃくちゃすごいなと思ったんですけど、はい、あでも本当米と野菜の部分が大きいので、はい、そうです。あまり参考にならないかなとは思うんですけど。いや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 、その使えるチートは使った方がいいっていう表現を私はしましたけど、うん、はい、その食費以外の部分でも、なんか何の部分でもいいと思うんですよ。人によって活かせる、うん、使えるチートって人によって違うと思うんですよね。あ、はいはいはい。ガモチさんの場合は、そのおじいちゃんの家に手伝って、それでお野菜をもらうとか、そういう、うん、なんか割と能動的な、自分からこういうことをやろうと思ってやってるわけで、うん、はい、っていうなんかチートを使おうと思って使ってる、はい、そうですね、っていうのが、うん、もう言ってしまえばガモグチさんの場合はその食費が月9万円だった頃はそれをやってなかった、うん、 そうですね、そこから全く、うん、そうですよね、変えようと思って、まあ、行動が変わったから、その、まあ、手伝うとかそういうことになって、お野菜とかお米がもらえてっていうのがあってっていうのがあるので、結局これを見ている視聴者の方も、まあ、食費っていうところではできないかもしれないけど、なんか別のところで何かできることがあるかもしれないなと思って何かやるっていうのが大事なんじゃないかなってすごい思いますね。本当ですね、人それぞれ使えるカードはやっぱり違うんで、いやそうです、使えるものを本当取りに行く、または持ってないカードを取れるように自分で行動していく、それがやっぱり重要かなと。資産形成、もちろんそれが節約じゃなくて稼ぐ方向に働いてもいいですし、稼げるそうですね、はい、スキルとか能力ある方だったらどんどん収入上げていけばいいことです、うん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 、なかなかそれは難しいことだと思うので、多くの方にまあおすすめできるのは節約っていう支出を抑える方が僕的には簡単だし、いろいろチートの使いようがあるのかなって感じるので、うんうん、そうですね、やっぱ自分で行動するってことがすごく大事だと思いますね。おー、ありがとうございます。 あともう一つ気になったのが、お子さん、はい、1歳のお子さんがいらっしゃるけど、そこに対してなんかすごい食費がかかったりとかっていうことはないんですか、うん、例えば離乳食とかをスーパーだとか、ドラッグストアとかで買ってしまうとかなり高くなってしまうんですけど、うん、結局、はい、作れば全然お金はかからないというか、最初は親と全く別のものを食べることにはなるんですけど、だんだん大きくなってくると親の料理のものをちょっと細かく刻んであげればもう食べれるぐらいの感じになってくるので、本当食費としてはそんなに大きくプラスにはなっていないかなと思います。で、妻も市販の離乳食のその缶詰みたいなやつとか、あとパウチのものとかありますよね、はいはいはい、そういうのの価格を見た時にすごく最初驚愕していて、これだったら私頑張って作るよって言ってくれたこともありまして、ね、はい、なるほど。あ、じゃあそのなんだろう、まあ、結局自炊って大変なのかなとか、うん、めんどくさいんじゃないかなっていうところから、ちょっとお子さんの離乳食とかも大変なんじゃないかなと思ったりしたんですけど、うん、はい、いい意味ですごいバランス取れてますよね。その家計ってやっぱなんだ、節約貯金投資トータルでやっていく、うん、あと収入も大事で、そこも、はい、あれ共働きですか。そうです、はい、共働きです。あ、共働きで、うん、すごいなんかお二人がすごい協力して資産形成ができてる状態なんだなっていうのがすごいよく分かりました。 ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいお言葉を。はい、あ、なんか偉そうな言い方になってたらすいません。ええ、そんな。ありがとうございます。はい、一方で逆に一番浪費につながってしまった最悪の浪費行動っていうのを教えてほしいです。見栄に伴う出費が一番無駄だったなって感じますね。いや、それすごくわかります、はい、もう見栄が一番悪ですよね。そうですね、もう本当に今振り返ると恥ずかしいんですけど、はい、もう全然、まあ、僕はそんなに手取りは多くなくて20万円以下ではあるんですけど、そんな中で、ね、いろんなブランド品ブランド服とかを身につけて街を歩いてるようなのが本当今思うとすごく見栄っ
ぱりで恥ずかしいなって反省している部分であるんですけど、まあ、当時は全然ねそんなつもりもなく、まあ、いつも仕事頑張ってんだからこれぐらい買ってもいいだろうっていう思いでそういうの買っていたんですけど、なかなか考え方が変わりましたね。具体的にどういうものを買っていたんですか、その見栄によって。そうですね、やっぱ服と靴がすごく好きで昔から。あ、はいはいはい、はい、まあ、スニーカーとかも本当に月1足2足ぐらい買ってるぐらいのひどい時もあったりですとか、装飾品に関わる支出が、10万円をだいたい毎月超えてるような時もあったりして、はい、はい、もう常にどんどんクローゼットを増やしていくみたいな本当恐ろしい時代もありましたね。実家に住んでいた時期とかもあったんですけど、そういう時はもうほとんど稼いだお金をブランド品につぎ込んでいくみたいな生活をしてましたね。これ私もそうだったので、浪費時代すごい見栄とか世間体を気にして、うん、私の場合も靴とかバッグとかそういうちょっとお高いものっていうのを、うん、まあ、買って当然というかそういう風に思ってた時期があって、でもその当時は見栄だと思ってなく買ってたんですよね。これは必要と思って、ね、うんうん、必要経費というか。いや、そうなんですよね。めちゃくちゃわかりますもん。あ、そうですか、やっぱり、うん、ってなると当時の自分にそれは見栄だよって言っても通じないと思うんですよね。絶対聞かないですよね。いや、そうですよね、その無自覚なんですよね、うん、っていうその無自覚の状態からどうやってその自覚して、うん、これは見栄だって気づいて変わることができたんですか。まあ、一番のきっかけは節約を意識しだしたってことなんですけど、うん、その老後2000万円問題のその新聞記事をたまたま目にする機会がありまして、そこでちょっとこのままの生活でやばいなって思ったのが一番のきっかけでして、うん、でそこからいろいろ節約を意識していく中で、クレジットカードのまあ明細、まあ、家計簿をちゃんとつけていくことが重要だっていうことをなんかの発信者さんのもので見て、そこからクレジットカードの明細だったりだとかを見る中で、本当にそういう自分が服とか靴にたくさんのお金を使ってるってことを、まあ、に気づき始めまして、本当驚愕して、いや異常だったんだなっていう形になんか感じるようになって、そこから一気にその熱が下がっていったというか、はい、誰もねそんなに自分のこと見ていないのにそんな高い服ばっか身につけても本当に価値もないし、本当に昔の自分自意識過剰だったなって今すごく反省してますね。はい、いや、それすごいわかります。自意識過剰でしたね、私も。高い服を着れば自分の価値が上がるって考えていたので、僕はなんか、あ、はいはいはい、それは恥ずかしいですよね。別に高い服を身につけたからといって優秀になるわけでも収入が上がるわけでもないのに、うん、いや、そうですよね、本当残念だなと思いますね、過去に恥ずかしいです本当に、うん、いや、なるほどなるほど。他人って別に自分のことそんなに見てないし気にしてないってことが、そうですね、いや、そこに気づけると本当に節約というか資産形成できるし、うん、何より本当人生楽になるなって感じていて、あ、そうですね、そうですね、はい、本当楽になりました。ずっと周りを気にして生活を送っていたっていうことですもんね、浪費時代は。そうなんですよね。だからなんかちょっと今よりもストレス耐性が低かった時代でもあるなと私は思いますね、浪費時代。わかります、うん、で、山口さんの場合は自分の見栄とか、まあ、そういうところ気にして浪費しちゃってるなっていうのに気づいたきっかけが、まあ、老後2000万円問題とか家計簿つけてみて、うん、意外とすごい使ってるんだっていう現実を見たっていうところで、まあ、きっかけだったんですかね。やっぱり数字で見るってすごく大事だなと思っていて。あ、そうですね、はい、5000円とか3000円ってそんなに大きくないって感じちゃうと思うんですけど、一つ一つはそんなに大きくなくても、それがまとまってその合計金額で何十万円十何万円っていう風になってくると、やっぱうわーってなるので、本当やっぱクレジットカードの明細だけでも構いませんし、まあ、今だとね家計簿アプリとかいっぱいあるんで、そういうのでやっぱ支出を見える化するっていうのは本当に、ね、よく言われることであるんですけど、やっぱりそれが原点でありすごく重要なことだと思いますね。なるほどなるほど、そうですよね。いや、本当にありがとうございます。で、ちょっと今気になったんですけど、その浪費時代の月の支出と、はい、その節約後というか今の支出ってどんな変化がありました？うん、月何万円とか言えたりします？そうですね。もう二人でまあ合わせて月の手取りが40万円ぐらいなんですけど、はい、まあ、当時すごい家賃の高い家に住んでいたこともあったりだとか、もう自炊とかも全くしていなかったので、当時は本当40万円ほぼ全て使い切っていたぐらいの生活を二人でしていまして、はい、今はそうですね、まあ、7万円5万円とかそうですね、2人での生活を、はい、まあ、それにもこれにもちょっとまあチートが働いてるんですけど、先ほどの野菜や米もそうなんですけど、今もう家賃が今ゼロになっておりまして、お、はいはい、今僕の祖父母宅が今両方ともなくなってしまったので、今空き家になっていて、そこに今住み始めて、今年から住み始めたので、今完全に家賃ゼロを実現しているってこともあって、実際の生活には本当5万円もかかってないと思います、ね、はい
安すぎじゃあもうすぐファイヤーできるじゃないですか、5万円ってまあそうね、理論上はできるんですけど、やっぱりね気持ちが追いつかない部分、はい、あ、まあまあもちろん、ね、もちろん子供もいますんで、子供そうですよね、そうです、子供に関わるお金は絶対にケチりたくないっていうのがもう夫婦の2人の考えでした。あ、すごくわかります。それは絶対自分たちのお金は全然ケチるのはいいんだけど、子供だけは絶対お金使いたいと思ってるので、うん、使ってあげたいし、まあ旅行だとか外食とかも、まあ、子供がもうちょっと大きくなってきたらどんどん定期的には連れてって行ってあげたいと思ってますので、まあ、そういう時のためにまあどんどんちゃんと今のうちから稼いで運用してっていうのを今頑張ってますね、はい、おー、素晴らしいですね。なんかもう尊敬します、本当に、自分もすごく親にそれなりにお金かけてきてもらってるので、塾に入れてもらったりだとか、いや、はい、子育てってお金かかりますよね、どうしてもこれから多分かかってくると思うので、それに向けてそうですね、ちゃんと今のうちにやっていきたいなと思ってますね。そのまず家賃が0円っていうのが本当に強いですよね。やっぱ食費とか家賃とかって結構かかりがちな部分だと思うので、うん、その家賃を0円でできてるってこれもチートですよね。あ、もう間違いなくチートなんですけど、一応これもかなり自分の中では努力はしていまして、はい、あの前の職場から今の家はどうやっても通勤できない距離になるので、まあ、あのそこでこの家に住むために転職をしてこの地域に、はい、働き始めたっていうこともあって、まあ、転職までして一応、はい、この家を勝ち取ったというか、はい、使えるようにした。じゃあ、はい、転職の目的が家賃を下げることだったってことですか？そうですね、一番はそれで、まあ、ついでに年収も上がればいいかなぐらい、あ、なるほど、はい、気持ちではいたんですけど、あの転職エージェントをついてもらえないぐらいあのスペックが低すぎて、僕はやっぱり年収は本当現状維持がギリギリでして、なんかスペック低いようには YouTube チャンネル拝見してると全く見えないんですけど、まあまあまあ、そういう事実があったと、そのエージェントがつかないという事実があったと。そうですね、なるほど、エージェントと面談すらしてもらえないっていう相手にしてもらえなかったんですけど、野菜とかお米とかもらえるとか、うん、家賃が0円になってるっていうのは野菜もらえるからじゃん、家賃0円だから貯まるんだよみたいな風に思う視聴者の方はやっぱり実際はいらっしゃると思うんですけど、でも、うん、その、まあ、先ほど野菜の時にお話ししたことと同じで、使えるチートは使っていくっていうのを徹底されてる、で自分から取りに行ってるじゃないですか。そんな、そうですね、うん、だってその家賃ゼロにできるところに引っ越すために転職するってすごい目的意識の中で行動してらっしゃると思うんですよね。やっぱそこが大事なんですかねって思いました。そうですね、もう積極的に使えるカードとにかく取りに行くっていうのが、うん、庶民の資産形成一番かなって自分の実体験的には思います、ね、はい、逆に言うと使えるカード使っていかなかったら何の目的意識もなくその漫然とお金を使うっていうことになっちゃうと思うんで、うんうん、でそうなると結局世間の普通に流された生活とかお金の使い方をせざるを得ないと思うんですよね。本当その通りですね。今世間の普通を目指して生活したら貯金なんか絶対できないですもんね。いや、そうなんですよね、うん、でこれもう本当に私思うんですけど、まあ、本の中でも書いたんですけど、その、うんうんうん、その世間の普通っていうものが、まあ、まあ普通だと思ってるものが実はみんな頭の中でそれぞれ違うんですよね、うんはい、でしかも、まあ、違うとはいえ共通してる部分っていうのもあると思うんですよ。でそれっていうのがもちろん日本昔からというか昭和くらいからある文化っていうのもあるんですけど、一方でその企業が宣伝とかマーケティングのためにもう一生懸命頑張って広告出してて、うんうんうん、CM とかでよく映ってるなんか生活とか、うんうん、こういう商品がいいとかそういうのが刷り込まれて普通になってる部分ってすごいあるなと思ってて。わかります。私たちの考える普通って多分普通じゃなくて本当、ね、企業が作り出した普通というか、企業が買ってもらうため儲けるために、作り出した普通なのかなって、本当、うん、ちょっと一歩、まあ、節約生活に入って世間からちょっと距離を置くというか、あの世間の普通に惑わされなくなって俯瞰的に見れるようになると、企業が作り上げた普通って怖いなって思いますね。そうですね。だからちょっと、まあ、広告見ないようにすると結構節約につながるのかなとか、うん、私はすごい思ってて。あ、わかります、わかります。やっぱそういう新商品とかそういうのに、まあ、いちいち刺激されなくて、うん、自分の本当に必要なものだけ買おうって思えるメンタルに今慣れてるっていうのも、やっぱそういうテレビを手放したことも大きいかなって思いますね。情報をシャットダウンして、まあ、でも僕の場合ちょっとあの、まあ、子供がね大きくなってくると、あ、そっか、テレビがないっていうのはどうなのかなってちょっと思いはあって、はい、友達の家にはテレビがあるわけだから、うん、ね、自分の家だけテレビがないっていう環境に子供を置くのはどうなのかなってちょっと今最近悩んではいるんですけど、あ、確かに確かに、そういう、まあ、教育的な部分でテレビをまた買わなきゃいけないのかななんて思いも若干なくはないんですけど、
ど。それも本当に私同感というか、まあ私別に子供いないので、うんうん、まあすでにお子さんをお持ちの視聴者さんとかはまだ子供持ってないのに、うん、なんか何を知った風なことを何を言ってんだと思われるかもしれないんですけど、やっぱり子供、その私たち、ガマギさんも私もその外食とかを経験した上で、あ、これいられないなと思って削ってると思うんですけど。そうですね、はい。うん、ただ一生外食したことないっていうの全然なんか違うというか。そうですね、やっぱり経験した上でいらないか。そうそうそう、そうですよ、経験は大事ですよね、やっぱり。ここからは新ニーサや投資の話についてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まずですね、はい、新ニーサ2024年1月から始まります。ガマグチさんはどんな戦略で新ニーサで投資していくんでしょうかということをお聞きしたいです。はい、私は、1800万円の枠すべてを eMAXIS SLIM、うん、米国株式 S&P500 で、埋めていきたいと思ってます。おー、はい、もう米国株全部です。全部インデックス全部ってことなんですね、はい、そうですね、全部、はい、もう本当いろいろスケベ心が出て個別とかやりたくなっちゃうんですけど、もうそこは、はいはいはい、そうですね、こういう、まあ、YouTuber やってるのでこういうところで宣言することで、もうそのインデックス以外は買わないということで、はい、自分を縛っていこうかなと思ってます。なるほどなるほど。インデックス以外の投資をやりたいとはもう今は思ってないっていうことなんですね。その保有は、あれ、今まではインデックス以外の投資はしたけどっていう。そうですね、今までして、今でもちょっと欲しくなっちゃう思いもあるんですけど、やっぱりそれをずっと続けてきた結果、まあ、ちょっと一本前の動画で僕の方でも詳しく出してはいるんですけど、はい、妻はインデックスだけやってる妻に大きく私は成績として負けているので、やっぱり自分の思うままに買っていくと絶対インデックスにボロ負けするんだなってことを身をもって経験できたので、やっぱり新ニーサの1800万円ぐらいは絶対にインデックスで埋めようっていう今決意でいます。おお、いや、その一個前のその1000万円投資した結果っていう動画、はい、私も拝見したんですけど、本当に面白くて。あ、嬉しいです、ありがとうございます。いやいや、そう、なんかもう勉強になるんです。過去データだけ見で言ってるのではなくて、そのパートナーの方と自分の投資っていうのが、はい、インデックスだけとインデックスプラス他のやつもやっちゃったっていうので比較してる、そのなんだろう、実体験に基づいた生きた言葉っていうのが。あ、嬉しいです、はい。そうなんですよ。だから川口さんの動画、私も普通にファンなんですけど、まあ、他の動画もですね、いやもうほんとこちらです。他の動画もやっぱりそのストーリー仕立てが面白い。やっぱり投資の話ってつまらないというか難しいというか、まあ、そうですよね、うんうんうん、とっつきにくいっていうところはぶっちゃけあると思ってて、はい、でそこを川口さんは本当勉強にもなるところをちゃんと入れてくれてる上に面白いっていう。嬉しいです。いや、本当に。なので、面白いって言われるのが一番嬉しいですね。ああ、よかったです。うん、皆さんもぜひ見てください。パートの方はインデックス。妻はオルカンで、はい。ああ、オルカンなんですね。全部行こうと思ってますね。へえ。はい。まあ、米国だけってのもちょっと心配だなーなんてちょっとぼやいていたので、まあ、だったらもう絶対オルカンにすべきだ。なるほど、はい、あ、オルカン派なんですね。じゃあ、まあ、2人でオルカン派と S&P500 派みたいな感じで。そうですね、はい、僕はもうそれぞれで米国企業が大好きなので、はい。おー、なるほど、はい、全振りしたいなっていう思いもあります。あ、じゃあせっかくなんでガマグチさんがその、はい、なんで米国株が好きなのか、米国株で行こうと思ったのかっていう理由をお伺いしたいです。ありがとうございます。大きな過去のパフォーマンスが、全世界よりもいいっていうのはまず一つ自分の中にあることと、うん、自分が生きている限りは米国はまだまだずっと強いんだろうなっていう思いが自分の中でもう確固たるものとしてあるので、うん、まあ、多分僕は死んだ後はもうどうなるかなんて全然わかんないですけど、さすがに自分がこの世にいて灰になるまではさすがに米国はまだまだ強いんじゃないかっていうのを、いろいろその米国企業のことを勉強する中で、まだ米国の時代は始まったばっかじゃないかっていう思いが強いので、お、米国が好きですね、はい。なるほど、始まったばかりと。私たちのその生活の中に本当に米国企業が浸透してきた、もう冬子さんも今 AirPods をつけて、はい、はい、MacBook でね、はい、作業してると思うんですけども、そういうのもね、ここ10年ぐらいだと思うので、もうこれからもっとどんどん世界を牛耳っていくのはまだまだ米国なんだろうなっていう思いが強いので、そうですね、はい、自信を持って米国にかけたいと思ってますね。ああ、なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当におっしゃる通りで、やっぱりこの2000年くらいから、うん、テクノロジーっていうのがすごく進化してきて、インターネットっていうものもすごい普及してきて、そのいわゆるガーファムが、うん、そのいろんなサービスを提供してくれている、まあ、いわゆるハイテク株であったりとか、うん、まあ、ガーファム以外にもそういったところを牽引してるのがもう米国企業ですもんね、ほぼ全部。そうですね、もう米国の土台がなければ他の国の企業できないじゃないですか。
はい、もうそういうのに全て依存しきっているので、うんうんうん、もうやっぱ米国は間違いなくベースとして今後もの上がっていくんじゃないかなって思いが強いですね、はい、いや本当におっしゃる通りでそうなんですよね。あれですよね、本当にアメリカがずっと一強かどうかって言われると、まあ、そこは信じてはいるけど、うん、一強ではなかったとしてもいきなりめちゃくちゃ発展途上国になることはまあ本当にないだろうと、まあ、ありえないって思ってるので、うん、はい、まあ、でもいや確かにそこは説得力ありますね。そこは確かに一強かって言われるとうーんって思う方も結構いるとは思うんですけど、うんうん、はい、いきなり発展途上国みたいにはならないよなっていうのは結構そうだよなって思う方結構いらっしゃると思うので、うん、だんだん下がっていっても結局オルカンと同じぐらいのリターンであればっていうのは確かに、はい、思いますね、うん、え確かに、え米国株にしようかな。いや大変です、オルカンでいかなきゃ、フーコさんは。いや私はそうですね、なんかやっぱインド株とか、うん、あの新興国株の、あ、魅力感じますか。魅力ちょっと感じてるので。あ、そうなんですね。そうなんですよ、だから僕、ま、全く感じなくて。なるほど、うん、まあ、インドとか言われてるので、うん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 、ちょっと気になるなっていう、そこもそういうところもあるので、米国株だけじゃなくて、まあ、他の先進国も伸びるかもしれないし、うん、ってなると、うん、米国株、先進国も伸びるかも、で新興国も伸びるかも、で、うん、あ、全世界株だみたいなのが私ですね、うん、なるほど。もう逆にインドとか、まあ、中国もそうですけど、はい、他にあんまりかけたくないなって思いが結構強くてですね、はい、結局そこが発展していくのも結局 Amazon のクラウド使わなければ会社もあらないみたいな、そういう感覚があるので。いや本当だから本当にもうアメリカが世界の中心、まあ、経済成長という意味であってことですよね、うん、はい、そうです。なるほどなるほど、うんうんうん、一般論としてこれがベストっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、うん、やっぱり自分の投資としてどっちを選べばいいかっていう、本当そうですね、本当に参考にはなると思います。うん、あの、そういった、なんていうんですか、個人的な意見ではあるんですけど、はい、個人的な意見を出すのってすごい大事だと思うんですよ。そうですよね。うん、だから、まあ、うん、そうですね、視聴者さんの中でも、もうすごい参考になった方いらっしゃると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。その先ほど、まあ、最初の方でそのパートナーの方とかなり協力して資産形成を進めてらっしゃるんだなってことが分かったんですけど、はい、その投資に関してやっぱり私 YouTube のコメントでいただくのが、うん、その、はい、まあ、妻とか夫がですね、投資に対して積極的じゃないので、どうやって説得したらいいですかみたいな、うん、あの、うんうん、ご質問いただくことが結構あって、はい、で鎌口さんはその辺どういうふうにやってらっしゃるのかなと、どういうふうにして今の協力体制を築けているのかなというのがちょっと気になりました。うん、ありがとうございます。まず、まあ、重要なポイント2つあるかと思っておりまして、まず1個目は、とにかくゆっくり少しずつ、あの、投資の話をしていくってことが大事かなと思ってまして、あの、はい、まあ、僕も昔そうでしたけど、投資やってない頃って、投資ってギャンブルだとか、なんかもう詐欺まがいの行動だなんていうイメージが、はい、多分頭の、ね、全てを埋め尽くしてる状態だと思うので、はい、まあ、そんな状態の人に投資しないと、人生詰むよなんて話をしても、絶対受け入れてもらえないと思うんですよね、はい、なのでやっぱ少しずつあのそういう情報を小出しにしていくってことが大事でして、実際うちも、うん、あの最初僕だけ投資をスタートして、であの積立NISAの、含み益がだんだん増えていく様子なんかをちょこちょこ見せつつ、少しずつそういう投資の話なんかも本当時間をかけて少しずつ妻にあの布教していって、でだんだん妻も少しずつ、あ、投資って大事なのかななんていう思いが出てきて、そこではまあ投資を始めたみたいな経緯があるので、本当に一気に言うんではなくて少しずつあの伝えていくっていうのが大事かなっていうのがまず一つなんですけど、それ以上に重要なのが人間関係の方がすごく大事だと思っておりまして、はい、はいはいはい、ちゃんとそのパートナーと信頼関係が作れているか、そこがすごく大事だと個人的には思いますね。まあもちろん夫婦なんである程度の信頼関係はあると思うんですけど、それでもまあ所詮夫婦もまあ紙に名前書いただけの関係ではありますし、もともとは赤の他人なので、はい、やっぱりあのちゃんと普段から会話をするだとか、あと家事育児に本当に参加して、お互いの信頼関係を構築している上であれば、多分そういう投資みたいなちょっと一瞬惹かれちゃうような話をした時でも、まあ、聞いてくれる土台ができてるのかなとは思うので、やっぱりあの家事育児に限ったことではないですけど、はい、感謝の気持ちを伝えるですとか、そういう、うん、パートナーとの関係性構築が何か新しいことを話す時に一番重要なのかなっていうのは本当に感じてますね。おー、その私はまだその結婚はしてないんですけど、うんうん、まあ、すごく
くやっぱり信頼関係なんじゃないかなってずっと思ってて、はい、その投資パートナーの方がやりたくないと、うんうん、あるいは不安だと思っている場合に、うんうん、そのなんか言うってよりは信頼関係の方がまず大事なんじゃないかなってずっと思ってて、うん、全てにおいてやっぱりパートナーとの信頼関係っていうのは大事だと思いますね。いやそうですよね。そこのなんていうんですか、ある意味心理的距離が近くないとそもそもリズメの話を聞いてくれないっていう、うん、まあもう絶対もう嫌ですよねそんなのいやそうですよ ね, ね、うん、そうですよね、うんうん、やっぱステレオタイプな言い方にはなってしまうんですけど、やっぱり傾向として、はい、うん、あの男性の方が投資に積極的だったりして、うん、そうですね、うんうんうん、で収入も、まあ、あの妻と夫っていう形で結婚していれば、うんうん、まあ、男性の方が平均的に高いと思いますので収入も、うん、そうですよね。で男性の方からその、うん、妻の方に投資についてお話しするっていう機会が多いのかなと思うんですけど、うん、まあ、私の視聴者さん、はい、男性が多いっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういう質問いただくときは、うんうん、なので奥さんが、奥さんというか、まあ、妻の方が、うん、まあ、あんまり投資について不安とか話聞いてくれないっていうのは、うん、なんかもうちょっとその家事とかそういうところから信頼関係詰めていった方がいいんじゃないかなと質問いただくために思うんですけど、なんかそんな、なんか固定観念で話しちゃうとそれはそれで良くないのかなとか、なんかすごい悩んでたりしたんですけど。いや僕もそう思いますね本当。周りの夫婦とかも見ていてもやっぱりそれって信頼関係ができてないから聞いてもらえないんじゃないのって話はすごくね、この辺まで来てるんですけど、僕もそんな言えないですけど直接はね、そのちょっと揉めてるのはそういうことなんじゃないのって。いややっぱそう、うん、そうですよね。いやなんか今日はなんか正解が見つかったような気持ちですありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、そうですよね。家事とか育児をやると、うん、多分、はい、あのメインでそっちをやってくれている奥さんとかにあの文句言えなくなると思うんですよね。その家事の大変さをやっぱこっちが経験したりとか。そうですね、あそれは本当そうですよ ね泣き止まない子供をずっとね、あのあやすところとかやっぱ経験してみないとその大変さっていうのは絶対わかんないと思うので、なるほどなるほど、参加するのが本当に大事で、そうすると文句言えなくなるから、あの、あ、はいはいはい、人間関係もだんだんね良くなっていくのかなっていう気はしています。なるほど、はい、じゃあ結構ガマグチさんはまあ、そういった子育てとか、はい、家事とかに参加してらっしゃるんですね。僕は相当多分世間と比べたらやってる方かなと思います。まあ、うちの場合はあの妻の方が収入があるっていうのも、はい、あなるほどなるほど、はい、妻の方がちょっと多いんで収入の方が、はい、まあ、そういうことで妻に全部それ投げるのは絶対おかしいっていう思いが根底から自分の中にあるので家事育児協力しだしたってこともあるんですけど、まあ、今は普通に料理も楽しいですし、ね、もちろん子供と関わるのすごく何よりも楽しい時間ではあるので一日の中、はいはいはい、はい、まあ、今すごく楽しくやってはいるんですけど、やっぱそこで妻も多分自分を認めてくれている部分もかなりあるので、そういう、そうですね、いろんな話した時も聞いてもらいやすいっていう関係ができてるのかなって、まあ偉そうに言ってますけど自分的には思うかなと、はい、はい、思います。でなんかすごい、なんかやっぱりそういうあれですね、日々の小さな行動ですけどそれが信頼関係につながって資産形成も2人で協力的にやっていくっていうところにやっぱりつながっているんですね。あーすごい大事だとは思いますね。ちょっと思ったのが、うん、あのガマグチさんの内容を否定したいわけではなくて素晴らしいと思ったんですけど、はい、パートナーの方の方が年収高いっていう話があって、うん、まあ、それを別に気にしてらっしゃる感じではないとは思うんですけど、はい、私もその会社員時代から彼氏より年収が高くて、あ、はいはい、で結婚してるわけでもないし子育てしてるわけでもないんですけど、うん、まあ、年収高いからといって相手の方が家事するべきっていうのも、うん、まあ、違うのかなと思ってて、うんうん、あ違うと思いますね結局。いやですよね、なんか結局やっぱり余裕がある方がやるとか、うんうん、得意な方がやるとかの方が、うんうんうん、なんか結局うまく回るなと思ってて。あそれわかります。でも結局そう思える根底にあるのも信頼関係だなってすごい思うんですよね、うん、そうですね、どっちかが、ね、うん、もっとやってほしいって思ってる状態だとなかなかね、もしかしたらこの視聴者さんの中で、あ年収低い方がやっぱ家事やんないとなのかなって受け取った方ももしかしたらいらっしゃるかなと思ったん で、うんうんうん、でそれはちょっと補足しました。ガマグチさんがそういう意味でおっしゃったわけじゃないっていうのは私も理解してるんですけど、うん、ちょっと補足してみましたです。ということで、うん、はい、とにかく2人でやるってことが大事だと思います。いやー素晴らしいです、うん、ありがとうございます、はい、ということでガマグチさん今日はありがとうございました。いろいろとお話聞いてて楽しかったです。はい、こちらこそ普段こういう話をする機会がないので本当に楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてガマグチさんのチャンネルの方でも私がガマグチさんからいろいろ質問をされてお答えをするという動画も出してますので、ぜひ概要欄の方から見てみてください。はい、はい、よろしくお願いします。遊びに来てください、はい、ということで今回の動画は以上です、はい、参考になった方は高評価、はい、チャンネル登録していただけると私のモチベーションなので嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。失礼します。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。